どうも、哲学徒です。今回も、超級ルーンワード解説やっていきたいと思います。今回は第5弾ということで、フォーチチュード、不屈というルーンワードを、発動させていきたいと思います。このルーンワードなんですけど、4ソケットのね、アーマーか、あとは武器の方で発動できるんですけど、まあ、武器、防具でもエンハンスとダメージがついているというのが非常に強力なんで、まあ、ここはね、目指したいところかなと思いますね。じゃあまず4ソケットの、アーマーと、でそこに、必要になるルーンが、L ルーン、ソルルーン、ドルルーン、ロールーンと、まあ、ロールーンがね、非常に、リアリティが高いんで大変なんですけど、じゃあ、早速発動させてみたいと思います。エルルーン、ソルルーン、ドルルーンですね。そして、最後に、ロールーンと。はい、こちらの方ね、防御力414で、で攻撃を受けると 20% の確率で、チリングラーマー、アーマーのレベル15が発動すると、まあこれも結構強いんですけど、あとね、スキル発動速度がまあ 25% アップ。あとダメージを強化 300% がついてるので、これがかなり強いなって感じですね。であと防御力強化が 200%。で、防御力プラス15。で、ライフプラス63が、これキャラクターレベルに依存してつくので、かなりのライフが、増えます。まあ、じゃあこれちょっと今、このキャラにつけてみましょうかね。今、720なんですけど、3つをつけてみると、783までなるという感じで、ここはレベル依存でね、上がっていくっていう感じですね。で、このルーンワード、まあ、とにかく、強いのが、全属性耐性もついていて、で、まあ、ダメージ軽減7もついてるんですけど、まあ、受けたダメージを、12% マナに変化もついていて、まあ、とにかくね、ダメージの強化プラス 300% が、防具についてるってのが非常に大きくて、まあ、これね、武器側にももちろんつけることできるんで、まあ、両方ね、まあ、結構大変ですけど、不屈を発動させた場合っていうのは、かなりね、物理的なダメージが増えますので、まあ物理系のね、ビルドやられてる方なんかは結構お勧めできるルーンワードじゃないかなと思います。まあ装備のレベルもね、59からできるんで、まあヘルでね、苦戦してる、物理ビルドを、なんとかクリアまで持っていくっていう時に使えるルーンワードじゃないかなと思います。どうもね、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。